みんな、今日もお疲れ様。大神さん、今日も大盛況でしたね。大神さん、すいません、いろいろと。しちゃいました、すいません、また転んじゃいましたエリカ君、気にすることじゃないよ。だって転んだ拍子にステージの幕をちぎってしまって、照明まで落としちゃったんですよ。おまけに照明が燃え出してステージが丸焦げにまあまあ、お客さんも新しい演出と思ってくれたみたいだし。素直に喜べません、ごめんなさい皆さんエリカさん、失敗は誰にでもありますよ。それにあのバーンドンガシャンメラメラゴーって演出、ニューヨークでも見たことないよ。お客さんも大笑いしてたし、結果オーライ。大笑いだけに結果大笑い、なんてなんてジェミニさん、ありがとうございます。さて、俺は舞台の修理をしてくるよ。きっと明日もお客さんは超満員だろうけどね。私も何か手伝います。それじゃあエリカ君はジェミニたちと一緒に客席の片付けを頼むよ。はい、大神さんなんだか懐かしいですね。大神さんが帝劇に来てすぐの頃、こんな風に舞台が壊れたことがありましたよね。覚えていますか？覚えてるよ。さくらくんとすみれくんが舞台で大喧嘩した時のことだねちょっと忘れられませんよね。あの時も大神さん、夜遅くまで舞台の修理を頑張ってくれましたよね。ああ、何年も前になるね。懐かしいな。賑やかでしたね、あの時は。歌劇団のみんなは今も都市を守るために戦っている。みんな無事だろうか。心配ですね。帝都の防衛が終わったらすぐにみんなと合流しましょう。大神さん、ついに来たか。作戦司令室に行くぞ、さくらくん。世界中に現れたコーマ、奴らが最後の標的としているのがここ帝都、東京だ。コーマたちは世界中の地脈を狙い、何かの儀式をしているようだが、その目的はわからない。
だが、すべての儀式が終わったとき、間違いなく大変なことになる。何が起きても必ず食い止めなければ。こちらの戦力はサクラ君、エリカ君、ジェミニの3機の漁師甲冑だけ。厳しい戦いを強いられるだろう。すまないみんな。不覚にも前回の戦闘で俺の後部二式は破壊されてしまった。私をかばったせいで。大神さん、私大神さんの分まで頑張ります。すみません、僕の機体もまだ動かせないようで。レッドサンを携え、押し寄せるコーマの群れを相手にバッサバッサと舞い踊るがごとく。さあ来い、コーマども、忠義の刃を喰らえ。いてまた妄想が出ちゃった。僕頑張るよ。だから大丈夫だよ、信じろ。ありがとう、ジェミニ。世界中に散らばった仲間たちは今もこの帝都に向かっている。あと少しの辛抱だ。俺たちは前線に出られないが、指揮官として常にみんなのそばにいる。必ず生きて帰ってきてくれ。サクラ君、エリカ君、ジェミニ、出撃せよ。了解。現れたか、過激団。あれは青いサタン。バカな。大神さん、あの妖力。お前は青いサタンをよりしろとしていた悪魔王ね。何、世界中に現れたコーマの主はまさか奴だったのか。こんなもん、貴様らに倒された悪魔王の怨念が作り出した仮の姿にすぐに、あの時の雪辱晴らさせてもらう。まずい、信じろ。作戦司令室を頼む。一郎次、生身で出るなんて無茶です。だがこのまま見ていることなど俺にはできない。待ってください。僕も行きます。さくらさん、イフネ流剣法一必殺剣ランブリングホイール。そこまでだ。貴様何をするつもりだ。刀など持って。倒れる仲間をこのまま見捨てることができるものか。来い、青いサタン。いい覚悟だ。だがこの帝都の血脈はすでに抑えた。術は完成したのだ。なんだと。いでよ異界の魔物よ、我が手先となって世のすべてを滅ぼすがいい。させるもんですか。
ハッハッハッハ、遅いわ。すでに異界への門は開いた。いでよ、異界の魔物よ。そんな、大神さん。異界の魔物が、あれか。てめえ、何しやがったか知らねえが、おいらを元の場所に戻しやがれ。えい、まとまりつくな。しっかり俺に捕まっているんだ。